さあ始まりました、2200年 TV。 今日は監督一体何をやるんですか。2200年 TV 恒例のゲテモノシリーズだ。はい、缶詰あり。そう、みんなもよく知るあのアリだ。国や地域によっては健康食品や漢方薬として食べられているらしいぞ。タイ、タイ産のアリ。うわ、たっぷり入ってんなこれ。あ、くっせ、くそくっせ、なんでくそくそ。臭いのは分かったからさっさと食べようぜ。今回はご飯を用意したから、ふりかけのようにかけて食べてみてくれ。もっと臭い中、やっぱりほら、うわ初めてだよ俺、ご飯にありかけて食べる人。いいですか。いやこれさ、こんなん出てきたらさ、異物混入で言われるよお店に。今羽生えてるやついるよこれ。いただきます。あー、わかった、これは痛いです。食べるとすげー足とかさ、チクチクするのね。これやっぱ臭い臭い臭い、味がない、臭い、痛い、不思議な食べ物。魚の小骨食べてるような感じ。ご飯がなんか酸っぱく感じんなこれ。なんでご飯酸っぱく感じんだろうこれ。どうせだから粉薬みたいにサラサラっと飲んでみてくれよ。サラサラっと。じゃあいきますよ。あー、長いやつだこれ。超酸っぱい、超酸っぱい。これ腐ってる系の酸っぱさだこれ。あれ酸っぱいんだね、あれ酸っぱいんだねこれ。あれ酸っぱいの、これ1日3回気使ったな。ちょっと好き好んでは食べないけど、食べれなくはないわ。でもさあ、それではまた次回の2200年 TV でお会いしましょう。さよなら。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。